はい、こんにちは、116インズです。さあ、今季2022年のレギュラーシーズンも明日でいよいよ最終日、プレーオフに出場するチームも両リーグで確定したわけですが、振り返ってみると今季もいろいろな出来事がありましたよね。マリナーズファンの私としては、自分の応援しているチームがファンになってから初めてリアルタイムでプレーオフ進出を決めた年にもなり、一生忘れない年にもなりそうですが、これ以外にも今季、これは開幕前の時点では正直現実になると思っていなかった、起きると思っていなかったことを今回は正直に話していく動画となります。開幕前と今でどう状況が変わったかも比較しながらお話しできればなと思っています。はい、まず一つ目、ガーディアンズ地区優勝ですね。ガーディアンズが所属する AL 中地区は、昨年はホワイトソックスのほぼ一強みたいな状態で、まあ、今季も順当にホワイトソックスを優勝に上げる声が多かった印象で、時点でオフに積極補強に出たツインズやタイガースという感じでしたよね。少なくともガーディアンズを開幕前の時点で優勝候補に挙げていた人はかなりの少数派だったと記憶しています。で、実際前半戦はホワイトソックスが少しつまずいている間に補強したツインズが抜け出して地区首位をキープしていましたが、後半戦に入るとガーディアンズが猛チャージ、後半戦の勝率が6割オーバーと圧倒的な強さでツインズとホワイトソックスをまくり、一気に優勝へと駆け上がりました。先発ブルペンが共に盤石で、ここに関しては開幕前からも評価は高かった印象ですが、まあ、その投手陣はちゃんと機能しつつ、野手陣も思いのほか良かった印象ですね。目立つパワーヒッターはホセラミレスくらいですが、全体的にコンタクトに徹したハイアベレージの選手が多く、派手さはないかもしれませんが、本当にいやらしい打線、プレーオフでも打線が機能すれば投手陣の強さも相まって脅威となるんじゃないですかね。おかげさまで順位予想は破壊されました。2つ目、オリオールズの大躍進。ここまで今季強くなるとはこちらも予想外でした。昨年 MLB ワーストタイのシーズン110敗を記録し、今年のドラフトでも全体1位指名権をもらっていたくらいだったので、まだまだ再建には時間を要するものと、てっきり今季シーズン勝ち越しに成功するとは思いませんでしたよ。特に球界トップクラスのプロスペクトのキャッチャーアドリー・ラッチマンが昇格してからチームがガラッと変わった印象で、まあ、ウィンザボリプレイスメントで5以上を稼ぐ攻守に貢献に期待できるキャッチャーがいきなり出てきたら、そらチームも劇的に変わるのも当たり前なのかもしれませんが、これこそが真にインパクトをもたらすプレイヤーなんでしょう。オリオールズはまだまだ若手有望株の昇格が続く見込みで、また来季はラッチマンやヘンダーソンが初めてのフルシーズン、グレイソン・ロドリゲスの昇格も見込まれることから、オフの補強次第では来季 AL 東地区の中でも脅威となってきそうですよね。3つ目、夏のフアン・ソトのトレードですね。いや、これもまさかという感じでした。ナショナルズが誇る23歳の若きスーパースターは、まあ、確かにナショナルズとの契約延長交渉は当時の時点でうまくいってはいなかったものの、いずれはまとまるんじゃないかと思う自分もいて、また今年まとまらなかったとしても、契約もまだ再来年まで2年残っていましたので、もう少し時間をかけて交渉を続けるかと思っていましたが、実際にはナショナルズはソトとの契約延長を断念し、トレードデッドラインを前にパドレスへトレード。本当にトレードが実現しちゃったよという気持ちと、パドレスも持てるトッププロスペクトを全て使ってソト獲得を実現させたので、若きスーパースターを獲得するためなら安いくらいではあるものの、パッケージの大きさもなかなか衝撃的でした。パドレス移籍後のソトは彼の実力を考えたらまだ本調子ではないものの、今後チームが宿敵ドジャースを超える上で鍵となる活躍を見せることができるでしょうか。パドレス関連ではもう一つ、タティスジュニアの薬物使用も衝撃でしたよね。ロックアウト後にバイク事故での骨折が発覚し、開幕からずっと離脱していたタティスも8月にようやく復帰できそうとなったタイミングでのまさかの出場停止、80試合の出場停止ということで、処分は今季にとどまらず来季にも波及する点も痛い。パドレスとしてはタティス復帰によるブーストも期待していたことでしょうが、そんなチームを裏切ることにもなってしまいました。最近の MLB ではスーパースターの選手が薬物使用で出場停止を食らうことは珍しく、特にタティスのように若いスーパースターでとなるとなおさらで、ショックとともに失望も大きかったですね。パドレスと大型契約を結んでからバイク事故に薬物使用と、プロ意識にかける行動が目立ってしまっているタティスですが、失った信頼を来季以降取り戻すことができるでしょうか。はい、続いてはアストロズ、ジャスティン・バーランダーの復活。昨年トミー・ジョン手術の影響でシーズンを全休し、短縮シーズンの2020年もわずか1先発のみ。もちろんバーランダーが殿堂入り確実の素晴らしい先発投手であることは誰の目にも明らかでありますが、ここ2年間ほとんど投げられず、また39歳という年齢も考えたら、いくらバーランダーといえど、いきなりこれまでのピッチングを取り戻すのはさすがに難しいだろうと思っていました。思っていたんですが、防御率 1.75、ERA プラス200オーバーって本当にどうなってんですか。
手術の影響など微塵も感じさせず、まだまだ全盛期、終盤の離脱さえなければ今季のサイヤング賞はほぼバーランダー一択の状況だったでしょうね。マリナーズも今季何度このバーランダーおじさんにひねられたことか、バーランダーが復活したことでただでさえもともと強力だったアストロズの先発ローテーションが敵なしとなってしまいました。コンフ再び FA 市場に出ることが予想されていますが、来年40歳の選手とは思えない年俸を手にすることはほぼ間違いないでしょう。またヤンキースアーロン・ジャッジが歴史的な1年を送ることになるのも全くの予想外でした。今季が FA 前最後の年で、開幕前にヤンキースから7年総額2億ドル以上の契約延長オファーを断った時には、ジャッジの故障歴を考えたらちょっともったいないんじゃないか、いくら今季活躍したとしても FA 市場でこの規模の契約は手にできないんじゃないかと正直思っていました。ところが今季活躍という言葉に収まる程度のパフォーマンスではなかったですね。ロジャー・マリスのエールホームラン記録を61年ぶりに破るシーズン62本のホームラン、三冠王への挑戦、ファングラフス算出のウィンズ・オブ・リプレイスメントは驚異の11超え、さらには2000年代ではバリー・ボンズしか達成していないシーズンの WRC プラスが200以上と、攻撃面では文句のつけようがないシーズンを送りまして、 FA 前に最高の弾みをつける1年となりました。おまけにチーム事情からシーズン途中結構な試合センターを守りながらこの攻撃力ですからね、本当に信じられませんし、2億ドルを断る弾力が生んだ結果でもあるんでしょう。今季は MLB 全体で近年と比較して打低傾向にある中で、ただ一人比較する相手がいないくらい傑出した存在であった点も、今季のジャッジの特別さを象徴していると思います。今年の冬どんな契約を手にするのか、今から楽しみな選手ですね。最後、個人的にはこれが一番の驚きでした。カージナルスのアルバート・プホルスが史上4人目となる通算700ホームラン達成。今季達成の可能性があるマイルストーンを取り上げた動画でも触れましたが、今季迎える時点で残り21本必要な状況で、昨年17本打ったことを考えればかなり絶妙なラインとお話しした記憶があります。ただ歴史上42歳のシーズンで20本以上放った選手は2007年のボンズしかいないことを踏まえると、ぜひ達成はしてほしいけれども、実際のところはかなり厳しいんじゃないかという思いも正直ありました。今季前半戦6本しか打てなかった時点でもう無理だろうなと諦めていました。ところがホームランダービーに出た効果なのかわかりませんが、後半戦に入って突如全盛期を思い出すような活躍で打ちまくり、だんだんとこれもしかしたらいけるんじゃないかという雰囲気になりまして、9月23日のドジャース戦でついに偉業達成、2打席連続ホームランで決めたというのが時代を代表するスラッガーらしいですよね。 A ロッドでも達成できなかった通算700本、プホルスもダメとなれば現役選手の状況からして最低でも向こう20年くらいは新たな達成者が出ないことになっていたでしょうし、場合によっては2020年が短縮シーズンとなったことを恨む結果もありいたので、本当にプホルスが達成できてよかったですよ。カージナルスも地区優勝を決め、プホルスのラストシーズンはまだまだ続きますが、どこまでいけるでしょうか。という感じで今回は正直起きると思っていなかったことを7つほどピックアップしてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。これはちょっと予想していなかったなどの出来事があれば、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルイン関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。